こんにちは。指揮者の村中大輔です。あなたの記憶をたどるという。そういう講座があるんですけど。その自分の記憶をたどることで、何をするかって <laughs>。意外に。まあ。普通の人は。知ってるようで知らないと思うんですよ。だから、今日、このお話をするんですけれども。あの、人間っていうのは。 そのトラウマっっていうののやっぱあるわけですよねでそのトラウマを特定することっていうのはまあ長い人生の中で可能ではあってもそのトラウマをどうやって解消したらいいかっていう方法を本当にまあ運が良ければあの自分で分かることができるんですけど多くの場合はまあそれを知り得ないでそのまま持っていくんですよね。で、えー 1個個や2個じゃないと思うんですたくさんあるんですけどでも一つでもそれが自分で気が付けばですねすごくあの生きるのが楽になるなんで,でかわからないんですけどその持っていたものがポロッと落ちるとですねあの物を考えるスピードが速くなるだからまるで自分が全然違う自分に見えてくるんですよね。 なんで私はそのどんなことでもそうなんですけど何か新しいことを始める前とかあるいは何か新しいチャレンジをする時そしてもう一つはあの断捨離をする時とかあるいはそうですねあもうちょっと具体的に言いましょうか例えば新しい事業を始めると今度これからこういうことをやろうっていう事業を始める時にですねどうしても必要になるのがね あの理念みたいななものなんですよそれを何のためにやるのかとかそれをじゃあどういう目的で例えば人のためにやるのかそれとも自分のためにやるのか社会のためにやるのかいろいろあるじゃないですかファットフォアっていうことですよねそのファットフォアっていうのを作るためにやっぱり自分の,あの中にあるものをこう自分の引き出しの中を探すんですよ。私は誰ののためにこの 企画をやるのかと。で、それは例えば。ビジネスで言うと、ターゲットを決めるということじゃないですか。例えば。えっ、ー、と。デイサービスをやりますと。そしたら。介護、介護をしますと。で、ろ、老人の介護なのか、それとも。えっ、ー、と。まあ、若い人の介護なのか。どういう人たちなのか。もう六十。 60代後半から70代に差し掛かった人たちを介護するのかそれともっと年取った人を介護するのかじゃあその人たちのをどう介護して彼らにどういうまあサービスを提供するのかっていろいろ考えていくんだけどその時にまあ単純にねその目的だけを考えるとやっぱり。 それを自分がすることで相手に対してプラスになってで自分はそれで例えばビジネスだから利益を得るみたいなことを考えると思うんですけど多分それだとと足りないと思うんですよねそこにねこれからの時代って私たちっていうのはどんな企画をするにしてもどんな事業をするにしてもどんなプランを練るにしてもじゃあそれが自分の本当のミッションとうまく。 符合するだろうかということを考えていくべきなんですよ。なんでかっていうと、そうするとあなたにとってはもう本当にあのすごいこう魂が喜ぶようなことがいっぱい起きるわけですよね。で、それをあなたが感じていると変なことが起きないし、変な人がよあの変な人を呼び寄せなくて済むんですよね。これね。 ものすごく大事ななことなんですまあ引き寄せの法則って一般には言われてますけど引き寄せの法則が本当にあのきちんと発動する時っていうのはピタッと自分のその魂のミッションに符合した時にそれが起こるわけですよ。でこれってねブラッシュアップしていけばいくほどだん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 それがあの精度っていうんですかあの精神の精に度合いの度ですけど精度がアップするんですよね。だから あのどん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 それがその何、えー、て言ったらいいのかな精度がアップしていくとギアがきちっと組み込まれていろいろなものがあの適材適所にはまって人もお金もあのいろいろなものが全部うまく回るようになる。だからそれをね一度体験すると分かるようになるんですよ。あこれ全部符号してると。これはまるであの 天に導かれた道だと天運ってこれなんだと自分の歩くべき道はこれなんじゃないかっていうのが分かってくるようになるんですよね。でででこの体験ができるるともう全然人生変わるんですよねだからそうなってほしいし一人でも多くの人にそうなってほしいなと思うんだけどじゃあその時にものすごく必要なことあの大事なことがあってやっぱり人間ってねあの 記憶の中に風化したトゲみたみいなんで,すよで風化してるかっていうとまあ,あの現実にはですね意識の中では完全に忘れ去られていて思い出しもしないだけどそれは無意識の中ではちゃんと残ってはっきりあるんですよね。で何かっていうとねこの刺さって風化して 記憶の中では忘れ去られてしまった棘が刺さっていることでそれが悪さするんですよだからこの棘を抜いてやんないといけないんだけどこの棘どうやって抜くかって話になるの。でこのことに対するねいろいろな人がねこれ似たようなことを言ってるみたいだけど私これ自分の体験から気が付いて自分なりの,、まあ、あの理論理論って言ったらおかしいけどやり方を作ったんですよ。 で実際にこれをいろんな人にもあのまあなんていうのかなあのやってもらってそれで成果が出てるんですけどやっぱりそのその時に自分自身と向き合わなきゃいけないんだけどじゃあどういう方法でやるかっていうんだけどまあそれは講座の中で具体的に説明はしてるんですけどね今日簡単に言うとするとやっぱりあの自分の記憶をたどっていくんですよね。 で、記憶を辿っていくと、やっぱりその、自分がどういう人間なのかっていうところにね、やっぱ話が行くんですよね。つまりそれは完全に自分自身と向き合って、自分は誰ですかと、Who are you? っていうのを自分で自分に対して問うってことになるんですよ。そうすると意外と、まあ私もこれ体験してるから言えるんですけど、自分が思ってない自分がいるんですよね。思ったことがないような自分。 でこれがどん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 発言というかあの権限というか現れてくるんですよね。権限というのは例えば現れるというのはあの、えー、と顕在意識の権ですよねそれで現れると書くけどだからあの自分の奥に潜んでいた自分が表にこう顔を出してそれがどん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 大きくなってくるんです。でこれね悪いパターンだと自分あの不幸になるパターンというのがあって。 やっぱり自分が思っているものとそうじゃない自分が出てきてしまうとものすごい自分自身が混乱してで機能が全部止まっちゃうんですよね動くのが嫌になったりするんですよ。でね多くの場合例えばあの引きこもっていたりあの何か活動がうまくいかなくなったりあの自分自身でもう自分の,あのやることに嫌気がさしている場合ってこれがこのパターンが多いですね。だから 本当の自分じゃない自分を生きてるってことになるんですよでその時ってじゃあ何が本当の自分なのかって話になるんだけどここが非常にやっぱり厄介なところで人間っていうのはその潜在意識の中で自分自身がある意味あの外側の自分が操られてる部分があるだからそうじゃないんだよそうじゃないんだよっていう自分がやっぱり言ってくるんですよねもっと分かってほしい 本当の自分はそっちじゃなくてこっちにいるのに SOS 出してるじゃないってでもこの SOS 出してるのに気づいてもらえない誰に自分に気づいてもらえないわけですよねだからその時必要になるのが過去の記憶に戻るってことなんですよねそれでその棘抜いてやんなきゃいけないんですよ。じゃどこに記憶の棘が刺さってるかしかも風化して見えなくなっちゃってる。 自分の顕在意識の目では見えなくなっててひょんなことからそれが分かったりするんですそれをアクセルレイティですよねアッチェレランドであの要するに加速化して見つけけるる方法があるわけですよねだからまあその方法を教えてるんですけどでまあ別に誰から教わったわけではないです私これ自分で見つけたんですけどでもあの 偶然ですよね偶然というかあの人との対話とかね私の場合だったら例えばだから家内も偉いと思いますけど的確な言葉をくれたりするからでその的確な言葉が挙げられるように私もなってきたからそれを講座にしたんですけどで結局その自分のその記憶に戻るということは人は時間がないでやらないんですよ。 だから例えば内観って言ってあのその内観の時にそういうことをやるんでしょうけどあのそうやって時間取れる人ってそんなにたくさんいないからこれはねあの時間がこうやってあの例えば非常事態宣言で時間がある時に自分で時間を作ってすごくやったら意義があることだと思いません私はねそう思ってるんですよねだから自分自身と向き合う今チャンスだと思うんですよ。でなんでこのチャンスが来てるかってことをよく考えてくださいこれ天運なんですよね。 ある意味ね、だからちゃんと自分のことを知って自分がこれから本当にどう生きたいのかどうありたいのかどういう人でありたいのか本当の自分は誰なのか自分の魂のミッションはどう,なるどういうことなのかということが今のこのチャンスにまさにチャンスの時だと思うんですけれどもう一回気が付ければこれからの新しい時代を本当に違う自分で乗り切れるようになっていくと思いますね。 実は今日この話をしたのにはわけがあって今私の,あのお相手している方が一生懸命自分と向き合っているんでその人たちに対してもエールを送りたかったということもあるんですけれどもまあその一人じゃないんですよまあ数人いらっしゃるんですけどでその人たちが本当に自分自身と向き合うことであのものすごく大きな進歩を遂げているということがあってでそれがこちらから見ててもすごくよくわかる。ただ、これ本当に大変なな作業なんで、 ただこれができると本当にねあのよくダイエットするダイエットっていうかあのファスティングやったりなんかいろんなことすると突然その宿便が出るっていうじゃないですかポコッと出るとまさにねそういう感じであの心の断捨離というか魂の断捨離をねやっぱりするっていうのはこのチャンスにはすごくいいと思いますよね。だからあの何もね本当に物事っていうのは見方考え方で変わる自分の人生もそうだし。 あの生き方もそして今っていう時をどうやって生きるかっていう時にこの視点を変えるってことは本当に大事なことになると思いますねだから今の時代が暗黒の時代だと思う人もいれば今の時代がチャンスだと思う人もいるわけですよだから少しでもその今あなたの今がチャンスに切り替えられるようなそういうお手伝いを今してるんですけどね。追伸ですまあというわけでね今日はそういう話をしたんですけど。 あの今花粉症でねそのアレルギーの薬飲んでるんですよ。であんまりひどいから花粉症が。でも私前にもちょっと話しましたこれ前回話したんですけど私が花粉症にかかったのはローマに行った時だったんです。ということは別にローマに行っても花粉症にかかるし日本に行っても花粉症が出る。 イギリスにいてもロンドンにいても花粉症が出るし、でもウインにいたらいた時は出なかったんですよね。なんでだろうなって思うんですよ。なんで場所に場所が変わると花粉症が出たり出なかったりするのか。でもね、これってね、その現象を見ると人生もそうだなと思うんですよ。居場所を人間ってね、変えてみるってことはすごく大事。だからこのメッセージを聞いてあっって思った人はやってみるといいと思います。みんながみんな。 あっと思わないからあのそういうことなんですよね昔あの昔の人,人がね聖書ってあるでしょあのキリスト教のあの聖書の使い方を教えてくれたあ,のある人が教えてくれたんだけどむ昔の人がねこういう使い方をしてたってその日どこから読むじゃなくてパッと開けたとこ読むんだってそうすると自分にとって必要な言葉はそこにあるよ で似たような本がいっぱい世の中にはあって開けたところからあのインスピレーションを得るとかあの言葉を得るみたいなことをやる,あのやる本がいっぱいありますよね世の中には。でこれって何なのかなって言ったら要するに自分は知ってるんですよでも自分ってどれって聞いた時に自自分分はここのの体を持ってて頭でで考えてる自分じゃないんですよその裏に本当の自分がいるってことなんですよね。 だからあくまでもその裏にいる自分が自分の目を通して世の中を見てるんだけど頭で一生懸命考えたり自分で思っていることが本当じゃなかったりするんでその時に例えば私が今日言ったようなその場所を変えたら人生変えるし場所を変えたら視点が変わるしだからその場所を変えてみようと思った人はやってみるといいんですよね。これは 私の言葉からインスピレーションを得たんじゃなくてあなたの中にあるあなたの本当の本然的な本質的な姿があなたに対して語りかけてるっていうことになるわけですよね。だからそのあたりをものすごくこう大事に毎日して生きていくそんな生き方がみんなこれからできるようになるといいなと私は本当心から願ってるんですけどね。だそのために そうういいいっった気づきががぱいも天にあるのの前と音楽の世界なんですよで私はその音楽の世界が見えない世界であるということを実感していてやっぱりそのことによって音楽がいかに素晴らしいものであるかということをお伝えしたいと思ってこういうふうな録音をしてるんですけれどもだから普通の見方とはちょっと違うかもしれません。ででももうう私のっけから違うんで 全く特殊な生き方を私もしているからあの同じような生き方が他の人にもできるとは思わないしする必要もないと思うんですただ私が伝えようと思お伝えしようと思っているこの一番本質の大事な部分だけ掴んでもらいたいなと思うわけですよね。それは結局何かとといいうああなたの中にもすごい力があって その力に気がつく方法っていうのは、それこそ人それぞれ、あの人、人が一万人いれば一万通りあるということですよね。だから、それに気がつくチャンスをね、は、その辺にいくらでも転がっていて。なんか遠くにはない、ものすごく自分の身近にあるということですよね。それに気が付けることっていうのは、すごい幸せなこと。それが幸せになる道であり、本当の自由と豊かさを得る道だということなんですよね。 まあこんな話をしていきますのであのもし興味があれば是非この下にもねメルマガのリンク青いリンク貼ってありますのでそこからメルマガ登録してみてくださいそうするとあの講座とかあのもう少し深い内容についてお話できてるあのできてると思いますので,でまたまあこういう話続けてあの聞いていただける場合は是非チャンネル登録をしてみてくださいそれでは今日もあなたに素敵な一日が訪れますように村中大輔でした。